写真拡大。西武日本ハム16日メットライフ。日本ハムの野村勇希内野手が16日メットライフドームでの西武戦で敵地も拍手喝采の右を3番3塁ホットコーナーを襲った痛烈な打球に対する超低空飛行にファンからは全ハムファンが泣いた、これはナイスキャッチすぎるとの声が上がった。3点リードから6回に1点を返され、なおも西3塁の西武森が放った3塁線の打球は左翼に抜けると思われた。しかし野村が目いっぱい地上数十センチ上でのダイビングキャッチを見せ、スタンドからは敵味方関係なく拍手が。この場面をパーソルパリーグ TV の公式ツイッターが動画で公開。ファンからはジェームスが成長してる、ライナー取るの上手いんだって、これはもうあと300回は見るから動画に切ってくれてよかったなどと称賛コメントが寄せられていた。フルカウント編集